皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルの作詞でございます。久しぶりの動画です。机の上の片付けすらやってませんでした。今回はですね、まあ非正規品だから動画としてはそんな伸びないんですけど、結構いいものなんで、よかったら最後まで見ていってください。今回はですね、秋葉原の宇宙船さんの方でこちらミスターブッチャーを購入してきました。こちらね、ソーソートイズから発売されていて、税込み23,000円で購入してきたんですけれども、あのアマゾン限定の人気ドラマザ・ボーイズの主要キャラクターになっています。ただし非正規品なので公式のフィギュアではないので、これはウィリアム・ブッチャーに似たミスター・ブッチャーだと思って見ていってください。さあそんな感じで、まあじゃあザ・ボーイズの説明でも軽くしていきましょうか。ザ・ボーイズは今 Amazon プライム限定で配信されているドラマシリーズになります。スーパーヒーローを題材としたコミック原作のアンチヒーロードラマになっています。企業に所属するヒーロー、セブンって言うんですけれども、まあ、基本クズばっかりですが活躍する世界で、そのヒーロー活動の中でかなり被害を被ったけれども、その声を押し殺されている人たちだったりする人がザ・ボーイズとして、そのヒーローたちや企業に立ち向かっていく話になります。このブッチャーはかなり主要キャラクターになってます。ただし表現が何でもありです。めちゃくちゃです。超グロいです。 R18 なのかな、5か18のドラマになってるので、そこだけ注意して見てください。さあそんな感じで改めましてミスターブッチャー開けていこうと思うんですが、箱はかなり高級です。ソーソートイズという非正規界でワイではかなり人気というか有名なところが出してくれています。まああくまでね、あの僕らが知ってるブッチャーに似た何かです。似た6分の1のフィギュアになっています。そこだけマジで注意して見ていてくださいね。こんな感じでかなり高級感のある、それこそホットトイズに寄せられたような箱の作りになっています。厚さはちょっと薄いんですけどもね。で外箱を開けていくと、中に、早く開けてくれ、早く開けてくれ、よし、こんな感じで内箱まで用意されています。かなり高級な仕様になってますよね。いや最近久しぶりにねフィギュア買ったんですがね、23,000円ってよく考えたらめちゃくちゃ高いよね。めちゃくちゃ高いよね。はい、そんな感じで内箱を開けていきますと、こんな感じ。いやー、やっぱこのブリスターに入ったフィギュアっていうのはいつ見てもテンションが上がりますよね。これ後からね収録で声入れてるんですが、めっちゃテンション高くなりますね。やっぱりこんな感じで今回ベイビーまでついています。別にブッチャのベイビーではございません。ヘッドパッツも2種類入っているという超豪華仕様。これで23,000円は安い。手首パーツもしっかり入っていますし、細かいパーツもたくさん入っています。この動画でしっかり紹介していくので、よかったら見ていってください。そして説明書見てください。このめちゃくちゃなんというか、グロいっていうのかな、生々しいというか説明書が入っております。怖いよね、赤ちゃんの頭に電池入れて光らすのってね。そんな感じで開けていこうと思います。ちょっとアングルを変えてね。ブリスターから取り出して、まず本体から見ていこうと思います。稼働は動画の最後で見ていますので、そちらの方でご覧ください。稼働が気になる方はね。さあまずはざーっと見ていきましょう。フィギュアを持った感じかなり軽いなと感じました。さあ見てください、このヘッドパーツ超よくできてるんですよ。これも誰がどう見てもブッチャーじゃないですか。この微妙に笑った感じとかね、不敵な感じがよく表現できていると思います。肌の質感とかも過去のソーソートイズのフィギュアいくつか持ってたんですが、それに比べてもかなりリアル感が増したんじゃないかなと思います。シワとかの数も十分だよね。目の光沢もいいし、髪の塗装もいい感じです。いや、なんて言うんだろうな、開けてみて感動するフィギュアってやっぱホットトイズが筆頭に6分の1だとあるんですけれども、今回のブッチャーかなり上位に入る方でした。非正規の中では一番ぐらい感動したんじゃないかな。非常によくできて顔もそっくりになっています。まあ誰にはとは言わないんだけれどもね、非正規だから。そしてコートの質感もかなり良くて、ちゃんと裏地とかも用意されていて、でまあちょっとね、素材が硬くはないんだけれども、すごい柔らかいわけでもないから、ちょっと関節に干渉しちゃうかなっていう感じではありましたけれども、ちゃんと2枚重ねで贅沢な仕様になっています。こんな感じ、質感も最高です。作りも細かいですよね。いや、非正規ってほんとバカにできないですよね。中のシャツも素材が変わっていて、ちゃんとアロハシャツみたいな素材になってるんです。でベルトまでしっかりしていて、その中は普通の素体かな、汎用性の高い素体が使われていました。ブッチャーちょっと体太いんだけど、そういうのは再現されてませんでしたね。でブーツ履いていて、ジーパンを履いていますと。まあジーパンだけちょっと質感、この中では一番しょぼいかもしれないけれども、まあ12分
の質感をしてました。そして膝がめちゃ曲がるっていうね、これいいですよね。やっぱ膝関節曲がってくるといろんなポーズ取れますから。そしてコートにはなんと針金が入っています。いや、ほんとポージングのことをこだわって作ってるような、このいい感じの印象を受けるフィギュアでしたね。まあ最後に稼働を見ていった時にちょっと問題が出るんですが、それはまた後でお話ししましょう。さあ、そんな感じで本体はまあこれいい感じじゃねってなってます。めっちゃいいなっていう感じ、ファーストインプレッションでした。こんなにね、よくできてる非正規なかなかないんですよ。非正規って本当に当たり外れ激しいので、こんな顔もそっくり、ボディもいい感じ、全てよくできてる非正規なんて久しぶりに開けました。まあただこういう非正規みたいなねフィギュアが大好きな僕からするとこういうの開けるの楽しいんですよね。一か八か感あって。で、手首パーツなんですが、まあ汎用性の高い素体についてるものなので、そんなにクオリティは高くないですね。塗装とかもまあぼちぼちって感じかな。ただまあね、ハンドパーツとか服着せてしまえばあんまり気にならないので、欠陥とかさえあればね、まあこれはこれでいいんじゃないかなとは思います。ただそんなすごいクオリティが高いものではないよっていうのだけお伝えしておきます。さあ、そして今回のこのセットにはですね、ヘッドパーツがもう一個ついてます。笑ったブッチャーです。やっぱり笑顔なブッチャーが入っております。なんで入れたんだろうと思ったけど、いやまあ悪くはないっすよ、悪くはないし、見てください、この歯の光沢感、ここ感動しました。ちゃんと歯なんですよ、見てこれ、これ別パーツ裏からはめ込んであるんだよ。いや、この歯への無駄なこだわりね、いやすげえなーって思いました。ただまあ顔はね、まあデフォルトがそっくりだから、あえて言わせてもらうと、いや造形としてはいいんでしょうけど、目線だよね多分。こんなギンギンじゃない、ギャンギャンで目かっぴらいてないかな。もうちょっと上を向いていたりとかすれば似てたのかなとは思いますが、っていうヘッドパーツがついています。比べるとこんな感じ。ほら、これ見た後にさ、笑顔パーツ見た後に普通見るとめっちゃよくできてないでなんか悪くはないんだけれども、僕が飾るならデフォルトの方かなっていう感じでした。デフォルトの方は本当なんだろう、細かい再現までうまくできてます。笑顔パーツはちょっとおもろい、笑ってまうって感じでしたね。さあ、そして小さいパーツが上のブリスタに入ったので、これも見ていくんですが、これが赤ちゃんの頭に入れる光るデバイスになります。まあすごいざっくり入ってますね。で、これがコンパウンド V だよね、多分ね。まあ超人になる薬なんですけれども、が3つ入っていまして、こんなケースだったっけ？普通の試験管だった気もするけど、まあいろんな形出てくるか。うん。で、これがベイビーです。付属のベイビー見てください。ちょっとリアルで怖いです。肌の透明感とかもちょっとリアルで、ふふって笑ってしまいました。唇がピンクな感じとかもちょっと怖くてリアルでね、ああ、なんか頑張って作って何でもって首が外れますと。いいですよ。6分の1のベイビーなんて持ったことなかったんでね。ああ、まあ、ベイビーだなーと思いながら開けてましたよ。はい。で、これもね、差し替えヘッドパーツちゃんとついてるんですよ。見てください、これ。目が光ります。これもいいよね。これは、ブッチャが劇中でね、敵というか警備員みたいなのと戦うときに、コンパウンド V を投与された赤ちゃんを抱き上げて、ビームで敵を殺すっていうね。赤ちゃんの目の前でやっちゃいけないでしょっていうぐらいグロい殺し方したんですけれども、それが、この、なんていうんですか、デバイスと電池と、差し替えヘッドパーツで再現することができるという感じです。結構光るので、まあただもちろんビームみたいにはならないから、ある程度の再現しかできないんですが、まあ逆に言うと結構ある程度の再現はできるようになっています。確かやるとこんな感じ。ただね、ボタンもついてないのについたり消えたりするので、なかなかコントロールが難しい品ではありました。ほら消えちゃうでしょ、別にボタンもないのに。さあ、続きまして付属品を見ていきましょう。付属品が豊富です。23,000円、非正規だと高い方なんですが、この差し替えヘッドパーツとか赤ちゃんとかの数と、あと土台とかの豪華さとか考えると、かなり安い仕上がりになってるんじゃないかなと思いました。おすすめです。そんな感じで改めて見ていくんですけれども、まずは土台ですよね。びっくりしました。結構いい土台入ってるんですよ。ザ・ボーイズっていうね。まあ、超よくできてはないですけれども、でもこの血の感じとかね、結構うまく劇中を再現できてるんじゃないかというか、雰囲気を損なわないいい台座してるなと思いました。まあ、ちょっとこのね、支えの部分は安っぽいプラスチック製なんですけれども、まあ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 、いいでしょう。もう本体だけでも大満足なんでね。こんな感じ。まあ、台座ついてくれるだけまずありがたいよね。ついてない席結構あるんでね。さあ、そして付属品、まあ大体トランスルーセントを殺すために用意したものばっかりついてますね。ドリルです。まあ硬すぎて強い透明の超人を殺すために
ブッチャーはいろいろといろんなものを持ってきて仲間を呼ぶんですが、その中の一つかな。次もあれですね、同じくトランスルーセントをねコントロールするための電撃です。電気は効くんですよ、体にね。だからこういう風に電気を通すものも武器として付属しています。ブッチャーは超能力持ってないんですよ。ヒーロー、アンチヒーローのリーダーみたいなもんなんで、一般人なので、で一般人の中でもかなり武骨な戦い方をする。頭を使わない、まあ頭いいんだけどね、なんかいざ戦いになるとこういうハンマーとかさ、レンチとかさ、なんかすごいこう武骨なね武器を使うイメージのすごい不敵なキャラなんですけど、常に笑いながらみたいなね、そういうキャラクターをうまく再現できるような、こういうなんて言うんだろうな、工具みたいな武器がいっぱいついています。でこういうところも非常にいいですよね。正規フィギュアの中でもかなり丁寧に劇中再現できるようになってるんじゃないかなと思いました。あとはこういうベーシックな武器もついてます。でちゃんとなんか馬の模様とかまで描いたんだよね。細かいよね。非正規シリーズって結構ね、武器の製造、6分の1の武器の製造から入ったみたいな非正規の会社って多いので、武器結構こだわるところ多いんですよ。まあ、早々トイズはちょっと僕申し訳ないんです、細かいことは存じ上げないんですけども、他のね、ダムトイズさんとかはかなり武器細かく作ってますし、そのダムトイズさんのものと比べても今回のこの武器シリーズっていうのは細かいグリップとかまでついてるからね、細かく再現されているんじゃないかなと思いました。非正規の楽しみ方のね、一つに武器があります。ぜひぜひ試してみてください。こんな感じでスナイパーライフルもついています。まあ、かなりよくできているので、まあブッチャーに限らず他のキャラに持たせる分にもかなりいいんじゃないかなという感じで、ちゃんとねマガジンとかも外れるようになっているので、かなりよくできているんじゃないかなと思いました。マガジンの予備とかもついてます。さあそんな感じですね。付属品たくさん、まあ本当多かったんでざーっと紹介してたんですが、遊ぶ分には本当に十分だよね。これ以上は他にはありません。さあ改めて本体見ていくんですけれども、見てくださいよこの佇まい、もうかっこいいでしょ。で首は簡単に外れるし簡単につけられるようになってます。せっかくだから笑顔に差し替えてあげましょう。こんな感じです。いや、やっぱね歯がよくできてる、歯がよくできてるの、ほら見て歯。まあでもね、なんか似てなかないんだけれどもね、なまりにもニカーって笑いすぎてるんですよね。こんな幸せそうなブッチャー、シーズンの最後にしか見られないんじゃない？多分ね。うん、ドラマが終わった時にこれぐらいの笑顔でブッチャーに笑ってほしいななんて思います。いや、これっすよ。このちょっと眉間にしわがあって何考えてるかわかんない、この笑顔みたいな。さあ、そんな感じで今度は関節のね、可動を見ていきます。見てください。この硬そうな感じ。そうです。めっちゃ硬いんです。いや、前半確認したね、膝とか良かったんですが、ちょっとまあコートも相まって、かなり肘、肩は辛いですね。ただ、腰とか腹はよく回るし、足もズボンに伸縮性があるので、しっかりと可動しました。これめっちゃいいっすよね。ほら、こんな開くんだぜ。そう、いい感じのストレッチ素材でね。なのでまあ腕以外はかなりよく動きます。ただ腕がガチで動かない、でもいいです。最終的評価は最高でした。さあそんな感じで今回は駆け足に見ていったんですが、そうそう問えずのブッチャー6分の1フィギュアの紹介になりました。久しぶりにフィギュアを開封したんですが、めちゃくちゃテンションが上がる出来栄えで、本当に非正規ってテンション上がるか下がるかっていう可能性もあるぐらいギャンブルだったんですよ。今回は大成功したので良かったです。そんな感じで今回はご視聴ありがとうございました。基本的にフィギュアのレビューだったりね、映画とか大好きなのでやってます。よかったらチャンネル登録や高評価の方、あとコメントですね、こういうフィギュア開けてほしいとかあれば、よければコメント欄までお願いします。そんな感じで今回もご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。